れだけのファミリアが、どれだけの勢力がここに集結しているんですか。ここ本当に場違いじゃありません。そんなこと言ってないで指示をよこせ、指揮官。どうか自分たちを導いてください、指揮官殿。私たちは何をすればいいのでしょうか、指揮官様。頑張って、リリ指揮官。都合のいい時だけ指揮官と呼ばないでください。あとベア様、無理に喋ろうとしないでください、雑です。ひとまずどこかの部隊に合流しましょう。あてもなく行動していても意味はありません。リリルカーデ、連絡を聞いたときは聞き間違いかと思ったが、本当に来たのか、ヘスティアファミリア。戦わなければオラリオが吹き飛ぶなんて脅されたら働くしかないじゃないですか。それより戦況は今はどうなっているんですか。皇族の援軍のおかげでようやく押し返したといったところか。ただ何かを間違えれば戦況を覆されるのは変わりない。フィン様は、あの方が指揮を取っているのではないのですか。ブレイバーは今デミスピリット、討伐目標が配置された各戦場を全て指揮している。6つの戦場、6面だ。自分自身も戦いながら、彼にも余裕がない。6面？どれだけデタラメなことをしてるんですか。リリは遠征で一つのパーティーを率いるのがやっとだったというのに。そして本当にヤバいのは、そんな頭のおかしいフィン様でも予断を許さないというこの戦況。フェルズ、第2第3部隊の敵攻勢が激しい。今君は動けるか。予備隊は動かしたくない。迷宮の迎撃魔法が沈黙している今、ラウルたちには人質の救助を優先させ皇后の憂いを断つ。皇族の援軍の中からでもいい、どこかの部隊を。フィンさん、僕たちに何ができますか。ベル様。その声はベルクラネル。どうして君たちは。いや、神ヘルメスの仕業か。まずい。ベル様はもうレベル4、貴重な上位戦力。このままじゃベル様は間違いなく危険地帯に。それはまずい、それは嫌だ。でもベル様は止められない。だって瞳が燃えてるし。なんてこったい。ベル様を守るためには、都市を救うためには、リリが、しなきゃいけない。